今僕も駅前ついてるんですけど、どこだろう。あ、古川さん。ああ。すみません、お待たせしました。ああ、いえいえ。こちらこそすみません、わざわざ来てもらっちゃって。ああ、いえいえ。取引先の古川さんに呼ばれたら、どっからでも飛んできますよ。あ、古川さんも時間作っていただいちゃって。あ、いや、今うちは妻が実家帰っちゃってるんで。ああ。時間はたっぷりあるんですよ。ああ、そうなんですね。で、どうされました？これ。え？ほら、先日僕のミス伊藤さんに助けていただいたじゃないですか。ちょっとした手土産ですけど。あ、いや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 。あ、遠慮しないでください。あの時本当に助けていただいたんで。いや、遠慮っていうか。受け取ってくださいって。あ、全然大したものじゃないんですけど。お気遣いなく、大したものじゃないんで。あ、いや、これ、以前僕が古川さんに差し上げたやつと同じなんですけど、もしかして古川さん手土産の横流ししてます？あ、本人にそのまま横流ししちゃったよ。え、あ、すいません。え、あ、すいません。え、これ僕が以前あげたのと一緒ですよね。え、中確認せず他の人にあげたりしてるんですか？やっていうか、大したものじゃないってなんですか？あ、いや、それはその伊藤さんがくださった時におっしゃってた言葉をそのまま流用させてもらっただけと言いますか、なんていうか、やるじゃないですか、こういうの。このいただいた手土産をさも自分が用意したかのように他の人に渡すやつ。一人分の労力が数倍の感謝をこのように生み出すことができるサステナブルな行為ですよ。そんな素敵なやつじゃないですよ、古川さん。あなたね、もらったものを中確認せず他の人にあげて、それをしかも本人に渡すなんて、これ最低ですよ。すいません。いいっすよ、こんなんいらないっすよ。古川さん一人で使ってください。一人で使う、一人で使う。お前エログッズ渡してきてたんかい。え、取引先に手頃なエログッズ渡してきてんじゃねえよお前。なんだよこのお菓子しかつまらそうな包み紙。マジかよお前、何やってんだよ。こんなの取引先に渡すなんてありえねえから。っていうか他の人に横流ししなくてよかった。あぶねえ、最善のミスり方だ。いや、こういうのって渡したら絶対盛り上がるやつじゃないっすか。クソつまらな大学生か。だから広告代理店の営業のやつやなんだよ。あとこれやるならその場で開けさせろ。やり方が下手なんだよ。開けてみてくださいよって、なんすかこれってなるやつだろ。いや、でも実際こういうのもらったら嬉しいじゃないですか。いや、これ自体は嬉しいけど、そこ行ってんじゃないんだよ俺。そこじゃないとこ行ってんだよ俺。あれ、前にも同じのもらったことなかったっけ？ああ、あげましたね。あれどうしたっけ俺、もらったやつどうしたっけ俺。え、古川さん、もしかしてそれも横流ししたんすか？いや、そんなことばっかやってたら人として信用失いますよ古川。で、今それどころじゃないから。後で反省するから黙って。妻の両親に横流ししちゃってどうやってんすか。じゃあ両親から言われてたんですか、それ。やべえ、これ誤解解かないとやばいよ、まずいって。あ、もしもし、サチ、誤解なんだよ。あのプレゼントの横流しでお父さんにエログッズ渡しちゃっただけで、これ、え、あ、そうなんだ。はい、大丈夫でした？ま、なんか僕が全然家事しないって両親に相談したら帰ってこいって言われたみたいで。ああ、でエログッズお父さんすごい喜んでたみたいです。ほら、やっぱそうじゃないですか。